拙者は流浪に当てのない旅の見学でござるよ。これで人を切れると思うでござるか。え、何これ、歯が逆についてる。酒場刀でござる。酒場刀？人を切ることはできぬ。切った跡もないでござろう。確かに刃こぼれ一つない新品同様の刀だわ。疑いは晴れたようでござるな。あなたね、ここんとこ毎晩抜刀斎が現れて辻斬りで切りまくってるの。こんな時間に刀刺してうろうろしてたら誰だって、大体この明治の世の中刀を刺して歩くのは法律で禁止されて。